こんにちは、カッパです。今回は全面展望若松おりろと題してお送りします。ここは戸畑駅から戸畑渡し場に行く道筋です。右手の神社は戸畑恵比寿神社です。戸畑祇園大山笠の東山笠になります。よろしくお願いします。これからの淵旅ですが、安全を祈りました。ここは旧西日本鉄道路面電車の戸畑渡し場跡地です。その後バスの停留所もあったのですが、今は使われていません。今日のコースは折戸までのコースになります。これから旅が始まります。私場に着いた時、ちょうど船が出る時で、18若戸丸です。先日まで運航していたのですが、ちょっと不具合があって久喜丸、この緑色の船に変わっています。最近では一旦バックして前進するのですけれども、以前はバックなしでやっていました。風もなく、いい天気でした。風切り音が強いので、処理したのですが、少し音質が悪くなって申し訳ありません。若松渡し場が見えてきました。この風景はあまり変わりませんね。接岸します。スーツコースさんなどがおっしゃってましたけれども、なぜ浮き桟橋なのかというと、洞海湾は看板の差が激しいので浮き桟橋になっています。ここから若松駅までの道、しばらくお楽しみください。青い空に赤い橋、映えると思います。皆さんはどう思われますか？上のビル、旧三菱合資会社若松支店、少し中に入るとスリーダイヤモンドがあります。市営バスの若松渡し場停留所です。よく南海岸のランドマークになっている古川工業ビルです。そばから見るとまた違うと思いますよ。しばらく歩きます。若松のショッピングセンター、
図書館と一緒に入っているビルです。ここから3分ぐらいで若松駅に着きます。ここは昔、操車場でした。ご覧の通り、市民会館前となっています。実質若松駅なのですが、以前の動画で、東筑警察さんのうどんのことを話したので、うどんを食べてみました。掲示板の時刻表によると、11時57分発、直方行き、普通ワンマン列車がありました。もう一度、外から若松駅を撮影してみました。昔はこういうのではなく、門司港駅みたいな感じでしたね。はい、うどんといえば、柏うどんが出てきます。だしも効いていて、美味しいうどんでした。窓口は朝の1時間ほどだけ開きます。その間は無人になります。もうちょっとすると入ってくる時間帯ですね。北九州市の総合案内です。意外と北九州市っていうのは大きいんですよ。大阪市よりも大きいぐらいです。駅の横には石炭車があります。昔はこの石炭車が何台も連なりここまで来てあったんでしょうね。今11時50分です。中に入ってみます。無人のため運賃は終着駅で精算になります。若松駅は列車が到着する前にこういうふうな大マーキにジャズが流れますよ。直方行きが入ってきました。ちょっとぼかしてますけれども、お客さんが出てくるのでぼかしております。この電車、蓄電池式で止まっているときはフル充電。クモ波 BEC819-4 と書いてあります。詳細は説明欄に書いてありますので、ぜひご覧ください。貸し線でも使われている車両ということです。この電車っていうのですかね、そのマークがドアに書いてあります。扉の内側にはこういうイラストがあったり、座席はこういうふうな分割シートというのですかね、あります。そろそろ出発時刻です。お待たせいたしました。ご利用仲間、鞍手方面、普通列車、直方行きです。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
そしてアダムフスです。熊の山あたりを走っています。赤松大輝です。私は今の電車のあたりにありました。左側には川の頭の前で強盗さん、皿子山の西側の山になりますが、それが見えています。若松を出ると藤の木駅、藤の木になります。まもなく藤の木駅です。正面に見えている山、これが岩尾山になります。車両は右に大きくカーブをしています。車体は少し傾いています。バンクが付けられるようです。左に大きくカーブをしています。東海という駅は若松ボートの最寄り駅になります。福岡県というのは公営ギャンブルがすべて揃っています。日本でも珍しい県です。次の停車駅は北島です。駅やホームでのパソコンなどの歩きスマホは
北島駅に停車中です。こ地図を見ると心当たりは島が2つあって、それから北島と命名されたという話です。ありがとうございます。この列車は能ヶ天市湾岸列車です。この列車は道路は自動で開きません。ホームの際はドア横のボタンを押してドアを開けてください。お客様にお願いいたします。お客様に置かれているお荷物は車の上に。続いてのお客様はお客様に対していただきというのは若松区と八幡西区の境目にあり、現在は八幡西区になります。北九州市が7区になった時、若松区の浅川地区、道海湾の奥の方ですけれども、そこら辺りが八幡西区に割譲されました。割譲という言い方も少しおかしいかもしれませんね。この動画は次の折り用で一旦区切らせていただきたいと思います。その先は明日以降にアップロードしますので、もしよければ見ていただければ大変嬉しいです。着きました。この時鹿児島本線が遅れて12時22分発線鹿児島駅方面普通列車の大型駅です。発車まで9分ほどお待ちください。は12時20分です。若松から折尾まで20分ぐらいで着きます。
ークです。次回は直方まで移動し、平成筑豊電鉄で後藤島まで行って、あとはお楽しみです。またお会いしましょう。